町聖夏の初めてのイタリア語中級編第34回関係代名詞1名詞や代名詞に情報を加える。こんにちは、京町聖夏です。この動画はこれからイタリア語を勉強し始めたい方やイタリア語文法が難しくて理解できない方にもイタリア語の仕組みや構造を理解していただける内容を目指して作られています。この動画からご覧になった方は、これまでの動画のご視聴もお勧めします。すでに、第33回の動画をご覧くださった方は、この動画の詳細欄に、練習問題の回答を載せているので、そちらもご覧ください。第1節、関係代名詞のけ。まずはじめに、今回の講義のメインとなる、基本例文を読み上げます。1Queste sono le scarpe che ho ordinato sei mesi fa. これらは私が6ヶ月前に注文した靴です。2 Paolo è il mio amico che fa il barista. Paolo はバリスタをする私の友人です。3 Chi viene in Italia mangia la pizza. イタリアに来る人はピッツァを食べる。4 Insegno l'italiano a chi vuole impararlo. 私はイタリア語を学びたい人にイタリア語を教えます。今回は、例文の中で黄色い文字で示されている、名詞や代名詞に詳しい情報を加えるために使われる関係代名詞を勉強します。では、まずは、関係代名詞がどういった機能を持っているのか、その説明から始めます。関係代名詞は、名詞や代名詞に補足説明を加える、節と呼ばれる短い文を加える役割を持っています。英語でも、that や what で説明を加える文法がありましたね。今から勉強するのは、それのイタリア語版です。ちなみに、関係代名詞が説明を加える先の名詞や代名詞を先行詞と言い、関係代名詞によって加えられた説明の文を関係節と言います。まあここまでいろいろ言いましたが、早い話が今からやるのは、2つの文に共通の要素がある場合に関係代名詞を使って1つの文にまとめるというかっこいいイタリア語を話すための作業です。こちらに2つの例文を用意しました。Queste sono le scarpe. これらはその靴です。Ho ordinato le scarpe sei mesi fa. 私はその靴を6ヶ月前に注文しました。これらを1つの文で表現しようと思います。まずは、2つの文に共通している要素を探します。すると、これらの例文の中には、デスカルペという共通の名詞があるのがわかります。これを1つにまとめると、Queste sono le scarpe che ho ordinato sei mesi fa. これらは、私が6ヶ月前に注文した靴です。となります。この黄色い文字の毛が関係代名詞と呼ばれるものです。そして、関係代名詞を使った文を作るのは、ある意味単純で、常に次のような5つの作業をします。1、2つの文の共通の要素の名詞や代名詞を見つける。2、ベースになる文を決める。3、共通要素の真後ろに関係代名詞をつける。4、関係代名詞の後ろに説明文を加える。ただし、すでに共通要素で使った単語は入れない。5、2でベースにした文がまだ終わっていなかった場合は、関係節の後ろに続きを入れる。以上です。ちなみに、イタリア語の関係代名詞にはこちらの5つがありますが、今回の動画では、これらのけときを紹介します。次回の動画で、クイを説明しようと思いますが、残りのクアーレとクアントはとても難しいので、この初級から中級向けのイタリア語コースでは、スルーしようと思っています。もしリクエストがあれば、単発の動画で、難しい関係代名詞の説明をしようと思いますので、どうか適当にコメントください。はい、では本題に戻ります。関係代名詞は、そこそこ便利なけから勉強しましょう。けは、説明を加えたい先行詞が、人でも物でも何でも OK です。先行詞の性や数に関係なく変化をしません。関係節の中では、主語または直接目的語になっています。まあわかりやすく言うと、ベースの文に関係節として取り込まれる側の文で、もともとは、主語か他動詞の直接目的語だったものが、手に化けているということです。百聞は一見にしかずなので、とりあえず、主語として関係代名詞のけが使われるというケースを紹介します。Paolo è il mio amico che fa il barista. Paolo は、
バリスタをする私の友人です。もともとは、Paolo è il mio amico. Il mio amico fa il barista. という二つの文で、それが関係代名詞を使うことで、一つの文に統合されています。この文も、1、二つの文の共通の要素の名詞や代名詞を見つける。2、ベースになる文を決める。3、共通要素の真後ろに関係代名詞をつける。4、関係代名詞の後ろに説明文を加える。ただし、すでに共通要素で使った単語は入れない。5、2でベースにした文がまだ終わっていなかった場合は、関係節の後ろに続きを入れるの作業工程で、関係代名詞の文を作っています。さてさて、この関係節の中の主語は誰でしたか？イルミオアミーコですね。そう、関係代名詞のケは、イルミオアミーコが化けた姿なので、関係代名詞が主語の代わりをしていると言われているわけです。次は、もともとは直接目的語だった関係代名詞のケの説明です。Queste sono le scarpe che ho ordinato sei mesi fa。これは、私が6ヶ月前に注文した靴です。この文も、もともとは、Queste sono le scarpe。Ho ordinato le scarpe sei mesi fa。という2つの文でした。これも、先ほどと同じ工程で文を作る作業を進めます。1、2つの文の共通の要素の名詞や代名詞を見つける。2、ベースになる文を決める。3、共通要素の真後ろに関係代名詞をつける。4、関係代名詞の後ろに説明文を加える。ただし、すでに共通要素で使った単語は入れない。5、2でベースにした文がまだ終わっていなかった場合は、関係節の後ろに続きを入れる。さて、関係代名詞のケに化けているレスカルペは、関係節の中ではどういう役割でしたか？注文するという動詞の直接目的語でしたね。このことから、ケが直接目的語の代わりになっていると言われるわけです。まあここまでいろいろ言いましたが、普段イタリア語を話すときに、このケは主語だ、直接目的語だと考えて会話はしていません。とりあえず今回は知識に留める程度で大丈夫です。これについては、次回、関係代名詞の杭を説明するときに続きをお話ししようと思います。はい。それでは関係代名詞のケを使った文を2つ一緒に組み立ててみましょう。1、まずは2つの短い文です。Conosco una camiceria。私はあるシャツ屋を知っています。La camiceria vende anche le cravatte。そのシャツ屋ではネクタイも売っています。2つの文の共通要素はカミチェリアで、今回はベースの文をこちらにします。共通要素の名詞の直後に関係代名詞を置き、すでに関係代名詞に化けた単語を省いた文を挿入。ベースの文でもう使っていない単語はないので、これで関係代名詞を使った一文の完成です。Conosco una camiceria che vende anche le cravatte。私はネクタイも売っているシャツ屋を知っています。それでは次の例文です。Cercavo un documento。私はある書類を探していました。Dovevo portare il documento in questura。私はその書類を警察署に持っていかなければなりませんでした。この2つの文を1つの文にする作業はこれまでと同じです。まず、ベースの文を決めます。共通要素の後ろに関係代名詞を置いて、すでに関係代名詞に化けた単語を省いた文を挿入。ベースの文で使っていない単語はないので、これで関係代名詞を使った一文の完成です。Cercavo un documento che dovevo portare in questura。私は警察署に持っていかなければならない書類を探していました。はい、以上がイタリア語の関係代名詞のケを使った文の作り方です。基本的には英語の関係代名詞と同じような使い方なので、英語が得意な人には実はそんなに難しくないのかもしれません。第2節、関係代名詞の「き」。ここからは関係代名詞の「き」の紹介と説明です。関係代名詞の「き」は「何々する人」という意味で、人の先行詞を含んだ関係代名詞です。先ほどまでの関係代名詞の「け」は対象が人や物に毎回変わっていましたが、関係代名詞の「き」は「何々する人」の意味で固定されていて、人という意味の単語をすでに包括しているところがポイントです。
機能示す人は文法上は男性単数扱いで、状況にもよりますが、ブーの毛やラペルソーナ毛と置き換えて考えることが可能です。先ほどの関係代名詞の毛は、説の中で主語や直接目的語の役割で活躍していましたが、関係代名詞の木も同じく、説の中で主語や直接目的語として機能しています。さて、動画が少々長くなってきたので、早速例文に進みたいと思います。1. まずは元になる2つの文から。Uno non può dare l'esame. ある人は試験を受けられない。Uno arriva in ritardo. ある人は遅れて到着する。さて、関係代名詞の木は人という意味をすでに持っているので、一般的な人を表すUnoは木に取り込まれます。では、こちらの文をベースにしまして、関係代名詞の木の後ろにUnoを省いた文を挿入。ベースの文で使っていない単語を後ろに持ってきて、これで関係代名詞を使った文の完成です。Chi arriva in ritardo non può dare l'esame. 遅れて到着する人は試験を受けられない。2. まずは元になる2つの文から。Lascio le chiavi di casa alla persona. 私はその人に家の鍵を置いていきます。Conosco bene la persona. 私はその人をよく知っています。では、こちらの文をベースに進めます。関係代名詞の木は人の代わりになるので、ラ・ペルソーナを木に化けさせます。前置詞のアは素直に木の前に置いておきましょう。あとは、木の後ろに節を挿入するだけですね。Lascio le chiavi di casa a chi conosco bene. 私はよく知っている人に家の鍵を置いていきます。はい、では最後の例文です。Carlo conosceva la persona. Carlo はその人を知っていました。Il cane aveva morso la persona. その犬はその人を噛んでしまっていた。もちろん、今回も同じような手順で進めます。まずはこの文をベースにします。ラ・ペルソーナを関係代名詞の木に置き換え、その後ろに人に説明を加える文を挿入。もちろん、すでにラ・ペルソーナは関係代名詞の木に化けているので入れません。今回はこれで関係代名詞の文の完成ですね。Carlo conosceva chi il cane aveva morso. Carlo は犬が噛んでしまった人を知っていました。以上です。さて、この関係代名詞については、練習問題をやった数だけ確実に実力がつきます。この動画の最後にも練習問題を用意しているので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、お疲れ様でした。それでは、今回の講義のまとめです。関係代名詞は、名詞や代名詞に補足説明を加える説という短い文をくっつける役割を持っている。けが説明を加えたい先行詞は、人でも物でも OK。きは、人という先行詞を含んでいる関係代名詞。けも、きも、関係説の中では、主語か直接目的語。以上です。復習をして、しっかり覚えておいてくださいね。この動画が役に立ったと思った方はコメントや高評価を。次も気になるという方はチャンネル登録をお願いします。今回の講義の練習問題はこの後表示されます。動画を一時停止すると文字が落ち着いて読めますよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。